忘れないでいたいのは何気ない瞬間に笑った君をずっと僕が見てること、何もしなくていいんだ、いつも君の隣で、優しい気持ちのまま見つめているよ、愛してる愛してるって細い指先でそっと僕に触れた、君だけを闇の中で聞こえたものを紡いだ、羽ばたく痛みと胸に募る思いを何度も何度でも、夜の海にきらめく月明かりのように愛して愛してるって淡く切なく揺れる瞳濡らした、
そこなう僕までが誰なのかまだわからない愛されながらもいつか何を疑うの一人うるせもしない罪を入れてる
降る遠いふるさと懐かしい涙になれ春を待つ想い生きるだろう あの空は あの風は 今も胸に 限りなく
しゃくなってる。くしゃくなってはダバ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 ダ楽しい多分不安がおかしい多分浮かれて寂しい多分あなたは気まぐれ多分知ること誘われ多分心に諦めロビネス
つめてのれん悲しくなる。Mom
ところにあるのは優しくする。どんな言葉も聞こえないほどに見せられて。 Tonight 熱い吐息が胸をほどいてゆく。いつでもなぜ愛しいのに震えてる。あなたにあげられるのはもうぬくもりだ。悲しくさせるなら見つめないあなたのその綺麗なまばたきに Goodbye。彩香とのスペシャルトーク。お二人の出会いはいつ？要するに僕らって安全地帯っていうのがあって、これね、もうすぐ35年なんですけど、デビューしてバンド組んでからもう45年ですからね。だからアマチュア時代からね。ね、すごいですね。だけどあなたには俺24歳の時に作ったやつ。私、あなたにがリリースされた年に生まれたんです。あ、そうか。だからあなたにと同い年。あなたにと同い年。そういいね。安全地帯ちょっとこう勢いついてきて、世の中にあの人が知られた頃に、
まあ、僕らの大先輩だけども、大花ちゃんのお父さんとか、平原誠さん、まあ、サックスだけどね、で、ひなさんが入ってくれて、はい。それなんですよね、まあ、出会いっていうか、ちっちゃい時に会ってるよ、俺。そうなんです。というのは、抱っこしてんじゃないかな、俺。そうなんです。抱っこされたんです。武道館で安全地帯のコンサートがあった時に、父のね、に会いに、楽屋に行って、玉木さんに会いに行こうって言って、父と一緒に行って、で、抱っこしてくださって、私恥ずかしくて寝たふりしたんです。寝たふりした。そんなお父様との思い出の写真を用意しました。そう、ミヨン、あんだ。そうなんです。 俺と平原さん。あ、本当だ。平原さんでしょ。平原さんと、これ俺だね。これは、まあ、変わんないね、俺ね。要するにここどこですかね。ご自宅じゃないんですか。いやいや、俺んちこんなんじゃないけど、うちのおふくろたちがやってたカラオケセーフティーゾーン玉木かな。セーフティーゾーン玉木っていうね、カラオケスナックやってたんだよ。へえ。それあれよ、カラオケボックスじゃなくて、みんなお客さんのこといる中で歌うんだよ。で、俺もね、そこかもしれないですね。そこかな。それか全然違うどっかのお店で平原さんと俺がランチキ騒ぎをしてるのかな。違うよね。そんなことはないね、これ。続いて平原から玉木にお願い事があるそうですよ。ずっとやってみたかったこと、うん、そして父がね、工事はすごい、工事はすごいってずっと、うん、もう私ちっちゃい時から、うん、もう今でもそうなんですけど、うん、聞いていて、もし機会があれば、うん、工事さんにこう生で歌ってもらって、その時に浩二さんはもう背中とか胸とか体全体に声が響いてるんだって。ぜひ背中に耳を当てて聞くと絶対勉強になるよって。本当？はい。だから当てていいですか。いいよ。だから歌うってこと。俺そう、なんかこう胸に響かす感じとか、やっぱ背中とかも、玉木さんはこうなんか多分ふくらはぎとかからも声が出てると思うんです。リクエストがワインレッドかフレンド、うん、ワインレッドかフレンド。ワインレッド行ってみようか。はい。ワインレッドあんまり歌ったことないからね、アカペラで。もっと勝手に恋したり、わかる。もっとキスを楽しんだり、お忘れそうな思い出を抱いているより忘れてしまえば。わかる？すごい。多分歌のテクニックとかそういうのはもう好きな人は持ってるし、持って生まれたものだろうから、彩香ちゃんとか俺なんていうのはあるんだろうけど、こっから先なんだよね。なんか思いっていうか、うん、例えば声が静かだろうが太郎が実は同じなんじゃないかなっていう感じがして、こっちこっち喋ってる感じでもうビンビン伝わってんじゃないかっていう、うん、でもすぐ俺なんか歌ってる方、歌いながら自分で来ちゃう方なので、ガンガン歌ってる時って実は泣きそうになってるんで、シャンプーして歌ってるっていう時が多い。大丈夫な時は柔らかく実は歌いたい、なるべく、うん、でも柔らかく歌ってると泣けてくるんだよね。お袋のこと思ったり、昔一緒にやってたメンバーのこと思ったりとかさ、うん、さて次の共演曲はジャズの名曲スペイン。平原が即興で歌詞をつけて歌っているのを見た玉木さんからのリクエストです。私が最初にこのチックコリアのスペインをカバーした時が、ベースの岡田二郎さんという方と、一緒にデュオで初めてチャレンジして、まあ、そこでボイスパーカッションとかやったんですけど、それを見てくださったってことですね。それで、はぁと思って、これ彩香ちゃんかって言って、うん、見てて、なるほど、これをやろう。だからびっくりしました。玉木さんからスペインのリクエストが来てるって思って、うん、玉木さん。でしょ？なんで？って思ってすごい嬉しくて、あの曲はテレビでなかなか歌えないんです、うん、ねえ、アーヤ語って呼ばれるね、スキャットの話なんですけれども、玉木さんはずっとその
デモをね、撮るときとかレコーディングするとき歌詞がついてないときにもターン孫で歌っていらっしゃったんですもんね。そうそう、ほとんどそれで撮って、それでもね、何回も聞くとね、ちゃんと言ってんの意味を、自分のデザメっていうか好きに歌ってるのを何回も聞いて、それが詩になってくる。一緒です。本当だよ。レルナーレルウィーレルナーラルいつか君に会いたくなってって、そのやってるの聞いて、いつか君に会いたくなってたとか、うん、ということはその前は会えなくなってたってだんだんなってくる。わかります。そうだから玉木さんがあやこで実は歌ってるんですって言ったら、あ、デタラメでいいんじゃんって、うん、そうそうそう、ぜひ、じゃあ俺もじゃあちょっと参加しつつそのスペインをやってほしいってことでさ、はい、今回実現するってことでやってみます。さすが玉木、ここでしょ。あんなにも好きだった君がいたこの街に、今もまた大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。私は幸せを見つめてたよ。懐かしいこの店の隅っこに置いて寄せ書きの味の方、君と書いたピースマーク、みんな集まって泣いて歌ってたね。心は何もなくて、それだけで楽しくやったよ。メロディーいつの間に大切なものなくした。それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら遠い空流されても君のこと忘れないよ。いつだって楽しくやった。
我が
かりで本当にごめんなさいって。言えばさせ最高でしょ。来年優しくされたらそっと、サタデー優しく触ってもらって好きなんだよって言われたら素直に喜んで見せて、そうして裸になってキスをして、抱き合って愛してくれたら心でありがとうって。愛して愛されて最高でしょ、最高でしょ。ダイヤモンドの気分になってピカピカで、愛し合えたら夢見る頃に二人とも、その目その手その顔全て輝いて、バックミラーにきらめく街はシャンデリア、月の砂漠は夜の果てまで二人きりさ、この目この手この顔すべて輝いて、唇合わせてあなた、どこまで行っても止まんない、何から何まで愛してどんどんとろけて感じて、休まず続けてしびれていたって分かっているから、ためらわないで体の芯まで止まんない、氷のルージュで止まんない、これどこそこ愛して肝心がな目で感じて、雨でも風でも濡れてていいんだ、二人のパラダイス、引き離して終わんない、激しく揺らして終わんない、全てを忘れて愛して今夜は素敵なホリデー、髪にも胸にも天使が飛び交う世界のパラダイス、最高でしょ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 、マリオネットを操る君の指先でたどり着くまでやめずにもっと動かして、その目その手その声全て輝いて、最高でしょ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 、目から覚めたら、もうマンデー、一人で遊ばないで。
I'm not afraid to die.